皆さんこんにちは。オンラインウォッチアカデミーの藤本です。このチャンネルでは機械式時計のオーバーホールや修復の様子をお見せします。時計の分解と組み立てをしながら機械式時計の魅力をお伝えしていけたらいいなと思っています。今回の分解装置は全部で13回の動画に分けて配信をします。まずはファンクションチェックです。ファンクションチェックとは時計の状態や機能を確認するとても大事な作業です。ご覧ください。今から作業をするセイコー 7S26 ですが、作業前に測定をしたところ、歩度がプラス51秒、ビートエラーが 0.8ms、振り角が230度ちょっと、230から240の間ぐらいですかね、こういう状況です。歩度がね、若干プラスなことを、以外は割とこう状況としてはいいかなと思います。ではこの後着時の点検をしておきます。時給日の状況は良さそうですね。数字を見ると9マイクロテスラですね。この後、脱時をします。脱時機に載せた後は、作業した後は、画面の通り0マイクロテスラ、0マイクロテスラになったので、脱時は済んでいます。というわけでこの後、分解掃除をしていこうと思います。セイコー、ダイバーズウォッチですが、防水機能が200メートルですね。ベゼルの赤いところがね、少しこう、赤が、鮮明さが失われているのは、非常にこの年代がですね、経過しているというのが特徴です。裏蓋の番号を見ると、799と始まっているので、87年ですかね。1987年ぐらいの時計と思われます。今回のこの時計は、その買った時から一度も分解掃除をしていないということなので、初めての裏蓋を開ける作業になります。というわけで私もちょっと楽しみにしているので、どんな状況か見ておきましょう。ファンクションチェックとしては特に、気になるところはないです。2段引きで剣回し、1段引きで日付変更と曜日変更、どちらも正常です。というわけで、オープナーを使って裏蓋を開けてみます。はい、それではオープナーの爪の幅を合わせたので開けてみます。見たところ特に悪いところ、サビが入ってるとか、大きなゴミ牙が入ってる、そういう状況はなさそうです。裏蓋に、サインなどもないので、初めての分解掃除ですね。というわけで、この後ケースから出して細かいところを点検していこうと思います。回転錐を外します。
かですね、メーカーでもともと止める力としてはしっかり止めたかったので、きつく締めてると思われます。今回、私が作業するこの時計ですが、7S26 と言っていますが、まあ正確には 7S26A です。ここにね、ちっちゃく刻印が打ってあるので、区別ができます。7S のバージョンとしては、今はね、7S26C がありますけども、最初期のバージョンになります。貼り付けの様子としては、特に気になるところはないです。後で再現できるようによく見ておきます。ではこの後針を3本まとめて外します。日付変更はちょっと早いですかね。48分ぐらい。その後曜日変更が3時に完了する。そういう状況です。皆さん、今回の動画で機械式時計の魅力少しでも伝わっていたら嬉しいです。気に入っていただけたら、ぜひチャンネル登録といいねを押していただけるととても嬉しいです。オンラインウォッチアカデミーのレッスンに関する情報もこのチャンネルでお伝えしていきますので、お見逃しなく。私と一緒に本物の時計技術を身につけませんか？オンラインウォッチアカデミーでは動画で学ぶ時計技術の本格レッスンを12月から開始します。そしてこのレッスンの第1期生の申し込み受付を10月中旬から開始します。詳しいことが決まり次第、このチャンネルと SNS から伝えていきます。動画の概要欄もチェックしてください。